東日本大震災から5000日となる昨日石巻市の頑張ろう石巻看板の前では追悼の明かりがともされましたこの追悼行事は震災から5000日の節目に犠牲になった人たちを追悼し若い世代に震災の記憶を伝えていこうと行われたものですキャンドルが「3.11追悼5000日」の文字を浮かび上がらせ 会場は、静かに追悼の明かりに包まれましたそういえば、あの小さい時にあにお母さんと来たな、お父さんと来たな、思いの中で、東日本大震災というものをしっかり胸に刻んでほしいなっていう思いで、えー、開催しております能登半島地震など、各地の自然災害の発生日も表現され、訪れた人たちは犠牲者へ思いを馳せていました。